トモコンチャンネルです。はい、今回もね、この250系のクラウンのアスリートですね、はい、の方を作ってます。で、僕は、パールホワイトのクラウンを作ってます。はい。で、前回はねボディの方とか、まあちょっとねシャーシのブレーキパッドのところの色分けして、で、まあボディの方ねパール2回目吹いて、で、フィニッシュクリアも吹いて、やってましたが、またね乾いたので、今ねもう部品をボディの部品ですねをつけたり、内装の、まあ、デカール貼ったり色分けをちょっとしてました。はい。で、前からですね、もうね前回の時はこのグリルとかね、クラウンのマークとかねはつけてましたが、今回もうねヘッドライトですね、裏からメッキのこのヘッドライトの部品をつけて、で、ハザードのとこですねのクリアオレンジ、はい、塗ったり、でこのクラウンではなんかねくの字、まあ逆のくの字ですねみたいな感じで、LED ですね、はい、この、ハザードのとことヘッドライトの見えにくいですかね、このね間の青いとこ、はい、これが LED の球で、なってましたので、実写の方をねちょっと検索したりして見てたら、この逆のくの字ですねの方で LED がなってましたので、僕はこんな感じでちょっと青色の方を塗ってます。はい。で、フォグランプですね、見えにくいと思うんですけどフォグランプの丸い球ですねをつけました。はい。でバックミラーのとこもこれ、ハザードの方を、中からね、まあ、爪楊枝でちょっとクリアオレンジを塗って、で、このクリアパーツですね、はい、ハザードのクリアパーツをつけました。はい。で後ろ、はい、これね1回目はね、これをつけてました。はい。マフラーが出てるやつのこのねこれをここにポコンとつけてましたが、別のね、パーツでこの黒いとことか、赤いとこは僕が塗ったんですけど、このマフラーが出て、見えないやつですねのエアロのやつをつけました。はい。で実写でもねこのサイド両サイドですねが赤い反射板かなのやつもついてましたし、でここ黒くなってましたので僕はこんな感じでやりました。はい。でリアテールですね、テールの方も
こんな感じで、ね、ハザードのとこもこれもね、裏からメッキのパーツをつけてでしてましたが、このメッキのとこにクリアオレンジを塗って、でその上に、このハザードのねクリアパーツをつけてみました。はい。でまあこのテールの赤いとこはもう元からですね、はい、になってます。はい。まあね、シャーシの裏はねまだこんなに、あれからは変わってないですね。はい。ちょっとね、実写ではこのね、こういうとこですね、サスショックのとこら辺とかもシルバーになったりするところもありますので、またちょっとね、実写の方で、まあ、検索してね見て、細かいとこのシルバーとか黒とか、ちょっとしたね、まあ、部品類のとこの色分けもしてみたいかなと思ってます。はい。で、内装なんですが、まだね、もうちょっと検索してちょっと見らなわからんのですけど、はい、カーナビとエアコンのね、やつですね、これデカールなんですけど貼りました。はい。で、前回ちょっと言うてましたが、まあ革の、縫ってるような感じですね、縫い目の方を赤色にすると言いましたが、こんな感じですね。はい。こんな感じで、先にシルバーを、まあ爪楊枝ですね、爪楊枝でシューッとシルバーを塗ってから、赤色ですね、これは僕は MP4 レッドですね、をちょっと、こんな感じでシューッと、はい、それもまあ爪楊枝でやってます。こんな感じですね。はい。でまだね、片方だけなんですけど、内張りの方もこんな感じでなってます。はい。でまあちょっとねこの下の部分とかこのねこういう真ん中のとことかっていうのはちょっとまだわからないので、また検索してね、まあ、実写の方を見て、ちょっとまた色が、縫い目とかがありましたらそこもやってみたいと思います。はい。でドアを開けたら電気がつくっていうやつですね。はい。これもはいつけてます。色つけてますね。はい。でこのリアのねシートのとこも一旦ねこの片方なんですけど、四角にね、塗りましたが、またこの真ん中のとことか真ん中の筋のとことかね、ここはなんとかね座るお尻つくとことかは、まあまたするんですけど、この真ん中のとこが、背中のね真ん中のとこが、
ちょっと、どうやったんかなと思って、また検索してね、これもやってみたいと思います。はい。で、今まだしてないんですけど、このセンターコンソールの肘置きですねの前側のこの、ミッションのところですねも、カーボンブラックでね、この肘置きとここの、ミッションのところの色も、変えたいと思います。はい。でハンドルもね、スイッチ類ですね、スイッチ押すとこもメッキでやってます。はい。でこの見えにくいと思うんですけど、クラウンのマークですね、はい、の方もこれメッキのパーツがあったんで、それをパコンとはめました。はい。で、このね、コンビハンドルみたいに、これは、この上と下とは、カーボンブラックなんですけど、この横は、ガンメタかなに塗ってます。はい、こんな感じです。はい。まあまたね、ちょこちょこと色分けしたりとか、まあ部品つけていったりとかで、まだね、ガラス面とかサンルーフのガラスの方とかで、色分けもして部品もつけてっていうのもありますので、まあね、僕の考えでは次回ぐらいで完成させたいかなと思ってますので、まあ、頑張ってね、まだ作っていきたいと思います。はい。ちょっとね、今回は長々と部品と、色分けのね、まあ、つけて紹介をしてみましたが、またよかったら次回の動画も見てください。はい。頑張って、次回でなんとか完成させたいかなと思いますので、よかったら見てください。お楽しみください。それでは今回はこんな感じでね、210系の、僕の、パール、ホワイトの、クラウンですね、アスリートの方を、作ってるところの紹介ですねを終わらせてもらいます。はい。それではお疲れ様でした。ともくんチャンネルでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、グッドボタンをよろしくお願いします。それではお疲れ様でした。バイバーイ。